こんにちは、キサーチャーの北葵です。本日ご紹介する辞典はこちら、野生動物調査痕跡学図鑑。2009年、今から11年前ですね、10月20日、著者が門崎正明先生、門崎正明さん、北海道出版企画センターから2009年に出ている、本です。野生動物調査痕跡学図鑑ということです。こちらは表紙も見ていただきましたらお分かりの通り、非常に写真も豊富で、図鑑ですから当たり前なんですけれども、情報とそれから絵で写真で把握するというふうな、そういう仕立てがみっちりできています。で、後書きがあるんですけれども、ここを見ますと、本書は40年間にわたる私の野生動物に関する調査研究の成果を総括し、一書としたものであるというふうにあります。ですので、その野生動物というのは40年です。ある一人の研究者の40年の記録が集大成になっているという、もう大変に重みのある実用的な図鑑というところです。で、その調査というのが、写真がなぜ多いか、それはフィールドワークだからです。そして、ここでありますのが、出ているところが北海道出版企画センターということですから、北海道のこの野生動物を、明らかにするというような形で、たくさんの種についての、調査結果、40年間先生本当にいろいろなものを調べられたんですね、ということが分かります。で、それが分かるのが、いつも、辞典を定義するところの索引なんですけれども、この図鑑の場合、これ珍しいと思うんですけど、索引がついてないんですけれども、索引の代わりをもう果たすぐらいのものすごく細かい目次がついています。最初がごく普通の目次です。で、この目次の次のページに詳細目次という形で、これは目次という名の索引というぐらいの材木の分類が並んでいるというところです。一体どんなことが書かれているんでしょうか。哺乳類の調査法とか、痕跡による生息の確認法とか、コウモリ類の調査法とか、で、もっと細かいのもあります。種ごとの調査法、トガリネズミ類、エゾモモンガ、タヌキもあれば、イイズナオコジョ、イタチ、ミンクみたいなものもあります。で、そうかと思うと、冬の獣の手足、あとちょっと専門的ですね、薬神歩調。薬神歩調ですから、こうポンポンポンとこう早歩きだったり、ちょっと飛ぶような形だったりっていう、その歩調についてだったり。で、哺乳類が食べる木の部位とか、雪を掘る獣とか、糞の種同定の実際とか、本当にこの、何ですかね、この詳細目次が楽しいです。で、これは私の勝手な先入観です。私の勝手な先入観なんですけど、こういう分野の野生動物調査痕跡学図鑑だとすると、今私が読み上げたようなところってなんとなくあるだろうなというイメージがつくんですけれども、これが40年間どれだけ網羅してるかっていうと、両生類、ザリガニ類っていったような、こういう本当に小さな生き物っていう、なんかね、痕跡っていう言葉から考えると、痕跡どんなものを残しますかみたいな、そんな小さなものについても非常に研究の跡があったりとかっていう、その辺の多種多彩なところというのが、面白い図鑑になっています。で、中身を見ますと、さっきの薬神歩調、こういうのも図解になってます。で、多くの動物が上歩、常に歩くと言いますね、上歩よりも速度を上げて駆け足前進した際に自然に行う歩調、これを速歩というらしいです。で、ですから、この運歩、足の運びっていうのが、左右、左手と右足、または右手と左足が同時に地面を蹴り離れ同時に着地するとかっていうのがありますけど、つまり足運びを知るみたいなこと、これも、痕跡なんですね。で、それを見てみると、生活を知る上で、非常に役立つというところです。で、今から、11年前の本ですから当たり前なんですけれども、今いろんな調べ物をするときに私が受けるここの中からの情報で思うと、非常にオーソドックスで、確かなものをたくさん積み上げているというところで、痕跡を見ているということなんですけど、今の、動物の調べ物で一つの流行でいうと、痕跡っていうよりは同時にリアル進行をそのまま観察するみたいな、そういうようなことも今の、フィールドワークの中では
進んでいるんですね。皆さんも聞いたことあると、お聞きになったことあると思いますけど、バイオロギングっていう風な形で頭にカメラを乗っけて動物の目線で動物の生活を見たりとか、でそれからなんか赤外線カメラ仕掛けてて、夜の行動で物が動くと赤外線カメラがこう起動してその状態を撮れるとかっていう風に、そういう風にリアル同時進行で、面白いんですけど、リアル同時進行で知れることと、それから痕跡、残したものをたどって知ることができることって、これは素人考えですが違うと思うんですよ。それは何かというと、リアル目の前で起きていることっていつも起きていることではない可能性もあると思うんです。でそれをずっと定点観測していると、いつも起きていることっていうのが見えてくるかもしれないんですけど、リアルのことって突発的なことだったりたまたまのことも入るっていうことで言った時に、それがその動物の習慣だなとかっていうふうに決めたりするのって、なかなか長い時間かけるのは難しいっていう時に、この痕跡学っていうのは、先生それこそ40年って書いてますけど、ずっと観察し続けて、でこれとこれとこの目線でやっていくっていうふうなことですると、非常にオーソライズされやすいというか、修正とかたどるとか予測とかっていうところに結びつきやすいのかなっていうふうな、そんなようなことを少しこの痕跡という学問のアプローチについては思いました。でも、きっとリアル進行の今のそういう画像で動画で調べるものもそういうふうな目線を持っていると思うので、そんなに一概に違いますっていうのは素人考えなのかもしれないんですけども、この痕跡が詰まっている写真のいろいろな図鑑集を見た時に、そんなことを少し感じました。これなんかは痕跡とそのままのあれですけど、ここの色変わりのページっていうのはヒグマが採取する木の実っていう、それですね、ヒグマの採食植物っていうものを分類するっていうだけで、色変わりでもう何ページにもわたって、調査されています。例えばですけれども、マツカ、トドマツ、エゾマツ、カラマツ、ハイマツ、マツカだけでも4種類で、それを、被食部に関して樹皮の甘皮とか葉っぱとか実とか、つまりどこ食べたかっていうことをちゃんと視認して記録として取っています。キンポウゲ科、サラシナショウマ、ヤチブキ、二輪草、これそれこそ食べたものをここ食べてるっていうふうに勝手に先生の気持ちになりますけれども、見つけた後それを植物として特定して、名称を決めてどこの部分を食べてるっていうふうに記録していくっていう、そこのこと自体もとても大変な作業かなと思いますけれども、先ほどのサラシナショウマだったら、幼弱な茎葉みたいな感じで芽が出てる幼い茎や葉を食べるとか、そういうふうなことについても記されています。まあまあ本当に細かくいろいろと、ものすごい種類の植物についての記載と、それを見つけたというようなことが、書いています。こういうようなことを例えば痕跡にたどるというところで見つけていたり、で今回のこの図鑑の中で私がなるほどと思って、こういうことで進めていくのかというふうに驚いたチャート図がありました。それがこのチャート図です。痕跡図鑑の中にあるチャート図、何のチャート図か、これが北海道産鶏類と読むんですかね、カエルの鶏ですね、幼体から成体の種同定チャート、つまりこの種は必ずこれって何と何の仲間かなと見つけると、同じグループ、どれが同じグループかなとかっていうのを探したり分類したりするっていうのが動物の生物学の中には、ありますが、その時に、それがすぐにできるためのチャートなんですね。種の同定チャートで、北海道産カエル類の、種同定スタート開始です。でそれで北海道の北海道産カエルだと、その開始するとスタートの、ところでは指の端に吸盤があります。難しい言葉で書いてありますけど、指の獅子端にって読むんだと思います。指の端に吸盤が左ある、右ないみたいな、まずそのことで分類が分かる。吸盤ありました、アマガエル類。吸盤ありません、ありませんと進むとまだ種の同定に行きません。その次に聞かれることがあります。大勢に顕著なイボがで止まってます。イボがある
イボがないみたいな。でそんな形で今度イボがあるっていうと耳栓があるないで、ヒキガエルとチュチガエルに分かれる。イボがなかった場合は体の背と体側に5本の縦筋とその間に不連続な隆起が、これです。今までのは分かりやすかったです。そりゃ分類するだろうなと。吸盤があるない、イボがあるないなんですけど、この体の背と体側に5本の縦筋とその間に不連続な隆起みたいな、なんとなく加減かぐらいな、そんなことでも種の同定っていうことのチャートに出てくるっていうことは決め手になるんだっていうことですよね。そこが運命の分かれ道じゃないんですけど、分類の分かれ道みたいに進むっていうふうな、これはこのチャートの設問とそれからその行き着く先を見ているだけですごい面白いです。ゴールのところに、ゴールっていう言い方もあれですけど、ゴールのところにウシガエルがいたり、ヒキガエル、ツチガエル、トノサマガエルとかエゾアカガエルとかいるわけです。でそれらは私たちがこれまで漠然と見てたものが、そこの仲間だって言われてる決め手がこれだったのかっていう、なんかそんなチャートがあるっていうのはちょっととっても楽しいなと。で同じようにちょっとページをめくりますと、こちらのところまたチャートあります。こちらのチャートは北海道産ヘビ類生態亜生態を含むの種同定チャート、つまりヘビもまた、質問をこのチャートに当てはめていくと、分けられますよという、分類できますよということです。でいずれも北海道産と頭についているのは、やっぱり生物の地域性によってこのチャートが当てはまるのはあくまでも先生がフィールドワークで見出したところの中のこの、北海道の、生き物の特定であるっていうところですね。ですので、なんかこのチャートにもすごく積み重ねる、研究とかの一つなので、たくさん情報を積み重ねてから見えてくるものがある、そこから分かることがあるっていう、その積み重ねの研究っていうものはこの図鑑として集大成で集まっているっていう。私ボキャブラリー貧困でいつも同じ言い方になるんですけど、やっぱりこの図鑑からは先生の熱さ、情熱みたいなものが伝わってくるんですよね。今のチャートだったりとか、でそれからこの写真だったりとか、何よりも詳細目次、目次立てっていうところの中に、頭の中に今知っていること、研究して分かったこと、それを分かりやすい形で全部大放出したいっていう、なんかそれの表れに、いつもなら作品で、今日の場合はこの詳細目次というところに、感じます。で今これがそういう時に情報としてとても大事なのが2009年の時点だということです。この時代、ここまでの40年間で生きた生物たちの記録ですが、そこからまた後のこの11年は激変だと思いますので、またいろいろと状況は変わっていると思います。変わっているかもしれないが、今のリアルの進行を見るために、自分が定点観測するスタートラインに立つために40年分を即席の一冊で手に入れることができる、それはものすごく素晴らしい図鑑、野生動物調査痕跡学図鑑なのではないかと思いました。本日は、野生動物調査痕跡学図鑑をご紹介しました。ありがとうございます。